はい。牛角行って最後食べるのは黒糖お札バターで有名な系です。はい。今回はね、まあタイトルとかにも出ていると思うけど、はい、やっていくゲームが、遊戯王デュエルリンクスでございます。はい。まあみんなね、もうカードゲームと言ったら遊戯王みたいな感じですごい有名な、カードゲームだと思うんですけども、これをただ単にね、やったらただのカードゲームだと思うんですよ、私は。まあカードゲームなんだけど、まあね、もう今コロナとかで、こう、なんだ？ストレスっていうかね、自粛で、結局宣言解除されても、9時までしか営業してないから、もうどこでストレスを発散していいか、みんなストレス溜まってると思うんですよ、私は。で、まあ僕もね、そういったストレスを受けてるわけで、そういう時ね、こう、何をすればストレス解消になるかと、考えた結果、やっぱりストレス解消にね、一番いいのって、バカになることだと思います。はい。で、ただバカになるだけだったらね、まあ、誰でもできるわけじゃないけど、まあ誰でもできると思うんで、まあ、今回ちょっと企画ということでね、はい、ちょっと試しでやってみようと思うんですけども、ちょっと今思いつきで撮ってるんで、タイトルも今考えてるんだけど、まあ、題して、遊戯王を、もう、僕が遊戯だと思ってやってみたら っていう企画で ちょっとね、撮影していこうかなと思うんで、やっていきましょう。僕、みんな遊戯してる？遊戯。遊戯王の主人公遊戯ね。めちゃくちゃかっこいいやつ。に僕がなりきって、デュエルをすると。まあ、似てる、似てないとかは別として、はい、やってみたいなと。はい、前置き長くなりましたが、はい、やってみたいと思います。ゲームスタート。えい。ふざけんねん ふざけるな。もう始まっている。なんだと？デュエルに再起動などない。ふん、まあいいだろう。ふん、再起動してやったぜ。じゃあゲームスタート。登録ユーザーの皆様は、利用規約に従って本サービスをご利用いただきます。いいだろう。読んでやる。ファラオだから、もうめちゃくちゃ読むの、はい。ぜ？ うん、OK、読んだ。OK、個人情報。私はファラオだ。個人情報などない。キャラクターの言語。OK、OK。ここは何を喋っていいかわからないから、多分飛ばすぜ。武藤遊戯、武藤遊戯、マザキアンズ、城之内くん、ダウンロードができたようだな。じゃあ早速このゲームやっていくとするか。スタート。おい、いつになったらやらせてくれんだ。遊んだことがある。買えばこんなところにいたのか。俺は貴様を倒しに、デュエリストの王になる。ふん、笑わせるな。俺が王に決まってる。デッキからカードの剣を抜け。カードはカードだ。これが僕ね。これが僕、これになりきって今やってます。読むわ。買えば、俺は負けるわけにはいかない。使用するキャラクター、それはだってね、そうだよ、僕だもん、こっち。デュエルスタートする。お、来た。おお、すげえ。デュエル。あ、ここか。あ、ごめん、先に行っちゃった。デュエル。相手のライフポイントゼロにしよう。覚悟しろだと。早く引け。闇道化師のバーギーか。
俺のこのゲームでの最初のドローだ。とくと見やがれドロー。あー懐かしい。あー数に戻っちゃった。懐かしいな。え、カード1枚しかないの。あ、まあ最初の練習だもんね。オッケーオッケー。俺は砦を守るオキュリを攻撃表示で召喚。おーいいね。オッケー、よし、じゃあ攻撃してみるか。会話、お前のカードの攻撃力は600、俺のカードの攻撃力は1400だ。これでお前に攻撃したらどうなるか分かってるよな。くらえ。砦を守る。あ、先に攻撃しちゃった技名言いたかったのに。はい、ターン、俺ターンエンドだ。早くドローしろ、早くドローしろ。あ、ドローしてた。オッケー。何、ふん、負けを認めたのか。まあいいだろう。お前の精子を分ける。あ、もう勝手に引くなよ、勝手に。僕まだ引いてねえよ。あ、ブラックマジシャンじゃん、やべえ。お、この召喚法アドバンス召喚。お、はい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 、来たね、ブラックマジシャン。遊戯と言ったらブラックマジシャンですので召喚してみようか。ふん、カイバー、俺はこのカードを引いたぜ。いでよ。ちょっと、まあまあ、タイミングタイミングこれと2体のモンスターを牽引し、いでよブラックマジシャン。おい、かっけえじゃん。おい、かっけえじゃねえかよ。おい、かっけえ。おお、ちゃんとブラックマジシャンじゃねえかよ。うお、いいね。おう、これで攻撃、オッケー。バトルフェーズ、オッケー。お前のライフポイントは2200、ブラックマジシャンの攻撃力は2500。これで攻撃すればお前は負けだ。惜しかったな、カイバー。くらえ、ブラックマジック。これ一人でやってんだよな、これ。あ、いいね、ユーブイン、いいね。はい、お、なんだ、デュエルデモンストレーションしてる。あ、そうか、デモンね、デモン、デモだったのね。はい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 。名前、名前は K でいいかな。はい、おお、始まりましたね。ようこそデュエルリンクスへ。ここはデュエルリンクス内の VR 空間、デュエルワールド。ネットワークで繋がれたこの空間には世界中から様々なデュエルストが集まります。はい。そう、デュエルの宇宙は無限に拡大していくのです。はい。拡大か。はい。ごめんなさい。はい。それでは、早速デュエルしてみましょう。おー。なんだこの雑魚そうな人。モブキャラみたいのは。クリック。元気な学生。さあ、デュエルしようぜ。元気そうだ。はいはい。ステージを上げていきましょう。お、城之内くん。うん。会話。お、デュエリスト諸君、どうやら理解したようだな。それがこれが、それがこれがそうだ、これがデュエルリンクスだ。全世界からデュエリストの集まるこの空間こそが新たなデュエルの舞台となるのだ。そして真の王者を決める。これほどふさわしい場所もあるまい。デュエリストの頂点に立つ者、ワールドデュエルキングを決定する番にな。すでに理解してるとは思うが、ここデュエルワールドはいくつものステージに分かれている。立ちはだかる全てのデュエリストを倒し、最終ステージに到達した者がワールドデュエルキングの称号を得るのだ。さあ、全てのデュエリストたちをデュエルワールドに集え。ちょっともう疲れちゃった、ちょっと飛ばしていい？いや、遊戯、もう髪型どうした、髪型すごいぞ。もう黒髪、赤髪、金髪、
ハラコン進めるか。ここが新たなゲームの舞台ってわけか。ワールドデュエルキングを決めると言ったな。ならばこの戦い逃げるわけにはいかない。デュエルスとしての誇りとプライドにかけて戦い抜いてみせるぜ、俺の最強のしもべ、ブラックマンシャンと共にな。勇気こんなんじゃないな、多分。うん、もうちょっと落ち着いてると思う。おー、分かった、俺はお前とずっと戦いたかったぜ。デュエルだ。表裏だった、ごめん。はい、やろうぜ城之内くん、デュエル。うん、かかってきな。うん、いいカードじゃねえか。俺のターン、ドロー。グレムリン、俺はこの可愛いエレキッツを攻撃表示で召喚。そしてドレイクに攻撃。うん、城之内くん、そんなんじゃ俺には勝てないぜ。ターンエンドだ、カードを引きな。またドレイクか、そんなんじゃ勝てないぜ。何？攻撃封じだと。うん、城之内くんも少しはやるようになったじゃねえか。でもそんなんじゃ勝てないぜ。俺のターン、ドロー。いいだろう、俺はグレムリンを攻撃表示で召喚。そしてバトルフェイス、ドレイクに攻撃。そして俺はターンエンドだ、城之内くん、早くカードを引きな。次はなんだ、バビロン、すごい名前だな、なんかすごい名前だな。そんなカード、俺のカードが蹴散らしてやるぜ、ドロー。こんな悪い方しないわ、遊戯。城之内くん、俺の手札には切り札が来た。城之内くん、俺の手札には切り札が来た。2回同じことを言ったぜ、城之内くん。それでいいのかな、いいのかな。とりあえず俺はこのターンインプを召喚。そしてグレムリンでそのやばい名前のやつに攻撃。このターン俺は攻撃をしないで、ターンエンドだ、城之内くん、お前はもっとやれるはずだ。城之内くんの本気を見せてくれ。それが本気だというのか、城之内くん。うん、まあいいだろう、このターンドロー。ふん、見えたぜ城之内くん、このデュエル俺の勝ちだ。あ、まだだった、ごめん。ターンエンドだ、俺の場にはカードが3体、城之内くんは0体。ここでどうにかしないと負けるぜ。デーモンビーバー、舐めてるのか。城之内くん、すまないがこのゲーム俺の勝ちだ。ふん、2体懸念して切り札ブラックマジシャン召喚。ふん、たまには違うやり方で勝ってもいいかな、そう思うだろ城之内くん。ブラックマジシャンでそのふざけたモンスターを攻撃、食らえブラックマジック。ふん、残りライフポイントは100のようだな。ここはあえて黒魔族のカーテンでお前をぶっ倒してやる。クライナーダイレクトアタック。小学生がたまにあのぐる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 カーテンに回って取れなくなって先生に怒られるやつの攻撃。よし、勝った。はい、って感じでね、やってみたんですけれども、
カードがね、カードだからだと思うけど、多分全然面白くねえ。あとなんかストレス解消になるかなと思ったんだけどね、めっちゃ喉痛くなった。めちゃくちゃ喉痛え。しかも遊戯こんな声じゃねえな。あのどっちかというと会話みたいな声出してたな。でもまあね、時にはバカになること必要だしね、あのこうやって誰かになりきるみたいなのも必要だと思います。はい、って感じで多分もう遊戯王このゲームやらないと思うんですけども、はい。まあまたもしね、僕とデュエルしたいって人いたら言ってください。いつでも受けて立ちますので、はい、って感じで今回の動画、遊戯になりきってデュエルしてみたらという動画でした。はい、はい、以上ご視聴ありがとうございました。 K でした。はい。